嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いた時に不快感を覚えた自分に驚いた。なんすか謝罪って。嘘つくのやめてもらっていいですか。それ明らかにあってあなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。あ、それはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題。あ、ごめんなさい。まあ結局その会食やめた方がいいよねっていうのが多分正解なんですけど、会食やめちまえっていうとその飲食店業界からすげえバッシングがあるので言えないっていう、そのまあ嫌われたくないっていうところなんじゃないですかね。そのフランスの場合ってレストランとか営業今停止の状態で、で1月の中旬までレストラン多分もう再開不能なんですよ。なのでレストラン業界からはフランス政府めちゃくちゃ嫌われてるんですよ。まあそれは嫌われますよね。その要は年末の書き入れ時とかもお前ら営業禁止なって言っちゃってるんで、なのでまあでもそうでもしてこう感染を減らさなきゃいけないよねっていう選択をするんですよね。要は全員に好かれることはないんですよ。何かその行動するときって、一定の成果を出すためには、どこか反作用として、その一定の人に嫌われるって必ずあるんですよね。だその、ハンコ使わなくなったら、じゃあその、全部 PDF 経由でできるから、その契約書とかも紙で作んなくていけないから、紙で作んなくていいから便利だよね。だからハンコやめようっていうのが、まあ、多数派だとして、で、ハンコ屋の人たちは困るじゃないですか。おいおい、俺たちハンコで食ってんだから。っていうので、必ず何か行動すると反発があるんですよね。なので、その、会食を減らせばその感染減るよねっていうのは割と分かりきったことではあるんですけど、でも会食を減らすっていうのができないので、なんか、マスク会食っていう謎の中間地点で失敗するっていうのが日本っぽいなと思いました。まあでもそのマスク会食が本当に日本中で流行って、感染が広まらないってガチで信じてるとしたら、さすがにちょっとびっくりしますよね。で、あれもみんな冗談で言ってるんだと思うんですけど、その、マスク会食してほしいけどどうせしないよねって分かってるっていう冗談で言ってると思うんですけど、あれで本当にその、なんか、感染が収まると信じてるんだったらすげえなと思います。集団免疫獲得を目指したスウェーデン、最近どうなの？めちゃめちゃ感染者数増えて死者も増えてますね。アメリカ並みに確か感染率上がってんじゃなかったっけ。経歴詐称を15年やってアベプラに生出演したらすごく叩かれました。各家庭における文化資本の格差、企業の騙し求人などを踏まえると弱者の不正はもはや仕方ないと考えていますが、ひろきはどう思いますか。リボ払い借金が200万円まで減りました。おー、あれですよね、ショーン・ケイさんとか山本なんとかさんとか、あの経歴詐称する人世の中にいっぱいいますけどあ、でもね、今の時代多分ね、まあ、ツイッターでも書いたんですけど、経歴詐称した方が得なんですよね。結局その、トランプ大統領って、めちゃくちゃいっぱい嘘ついてるんですよ。でも、トランプ大統領って皆さんご存知のように、大統領じゃないですか。で、その、清廉潔白ではないよねっていうのは支持者も知ってるので、その、トランプ大統領が嘘をついたり、経歴詐称したとしても、支持者はもう気にしないんですよ。なので、その、選挙って投票なので、好きな人が投票するんですよ。で、嫌いな人はマイナス票は入れられないので、例えば、10万人がこいつ殺してと思っても、11万人がこいつ好きって言ってる人は、その人当選しちゃうんですよ。なので、どれだけ嫌われてもいいんですよ。嘘つこうが、その悪いことしようが。まあ、トランプ大統領とバイデンさんのその話の中で、なんかそのバイデンさんがセクハラしてるんぬみたいなのニュースで生きてるんですけど、トランプ大統領って性的暴行とかで26件とか訴えられてて、来月裁判所出廷予定なんですよね。要は、現職の大統領が性的暴行で裁判所に呼ばれるって、さすがにその見栄え悪いじゃないですか。なので、その、アメリカの司法省が、大統領が訴えられたんですけども、それはあくまで大統領の職務に必要なので、行った行為なので、司法省が代わりに裁判所に出廷しますよっていうのを言ったんですよ。で、裁判所の方が、その性的暴行やったのは大統領になる前なので、司法省関係ないし、大統領の職務もないので、12月には出廷してくださいねっていう命令が出たんですよ。なので、まあ、何か、ウルトラ C をトランプ大統領やるかもしれないですけど、とりあえず性的暴行で訴えられてるし、今度裁判出る人だったりするので、バイデンさんとトランプさん、どっちの方が、婦女に優しいのっていうと、おいおい、それなんでトランプさんを擁護するのって僕は思ったりもするんですけど、まあ、とはいえ、
そんなことどうでもいいですよ。トランプ支持者にとってみれば。で、経歴詐称もそうで、その、ファンになってる人にとって、その人が嘘をついてるとか、経歴詐称してるってどうでもいいんですよ。なので、その、経歴詐称をしても気に、その、バレても気にしない、ずっとその道を突き進むっていう人の方が、割とうまくいく時代なんじゃないかなと思います。はい。嘘をつくのが下手で人生損しています。うまく嘘をつくコツやバレないコツがあったら教えてください。無理です。僕も嘘つくのはあんまり得意じゃないんですよね。記憶力が悪いので、その嘘をついた設定を覚えてられないんですよね。まあ、例えばじゃあその、じゃあ僕そのみかんが好きですって嘘をついたとするじゃないですか。まあ好きですけど。で、好きな食べ物何って聞かれた時に、うん、うまい棒とか、みかんっていう設定を忘れちゃうんですよ。なので、その、嘘をつくのが上手い人って、この人にどういう嘘をついたっていう設定を記憶してなきゃいけないですよ。で、僕その、物事で起きたことを、その、覚えるっていう記憶はある程度はできてるんですけど、その、自分で作り上げた設定のいちいち覚えてられないんですよ。人間の名前僕覚えられないですよね。その、ほら、例えば、佐藤さんが結婚して田中さんになったとかもあるんですけど、名前ってどうでもいいじゃないですか。で、別にその人の名前知らなくても僕困んないんで、覚えない、まあ覚えようと思ってないのは本当に失礼で申し訳ないんですけど、その人の名前覚えられないんですよ。っていうぐらいなので、その自分の作った設定も覚えられないんですよね。なので僕基本嘘は、つかないようにしてるというか、ついてもどうせバレるので、あんましないようにしてますね。なんだろうね。あとね、そのね、嘘をついてる状態に耐えられないんですよね。その、嘘をついて、騙せた後に、もう、騙せてるのが面白くなっちゃってて、ニヤニヤしててバレるっていうのがですよね。よくその、うちの、ま、彼女というか、奥さんというか、サイ君というか、妻がいるんですけど、その、たまに僕は嘘をつくんですよ。で、それがこう、ガチで信じていたりすると、もうめちゃくちゃ面白くて、ちょっとニヤニヤしてて、それでバレるっていうのがよくあるんで、はい。なかなか難しいんですよね。以前匿名チャットについてお伺いしたものです。なんやかんやって実際に授業ごとの匿名チャットアプリ作ってみました。ひろきさんにチャンネルにこにこを設置した際、どのようにユーザー数を伸ばしていったのでしょうか。自分は現在あまりお金がないので、現地人とインスタグラムでつながって一人一人 DM しています。もし、それ以外に何かアイデアがあればお聞きしたいです。そのサービスが面白いと思ったら、これ面白いよって使ってる人が広めてくれるので、使ってる人たちが広めたくなるような面白さがちゃんとあるかどうかを確認した方がいいんじゃないですか。こんにちは、ブスの国の乙女彦と申します。最近ブスの国の乙女彦というチャンネルでゲーム実況を始め、自分なりに試行錯誤しながら動画投稿を続けてるんですが、なかなか再生数につながらずほぼゼロです。無名のゲーム実況チャンネルを低コストで宣伝するとしたらどのような手法を使いますか。まずそのブスの国の乙女彦という名前がなんでそんな名前にしたのかが全くわかんないですけど、なんかその名前をクリックしてみたいと思う人がいると思ってらっしゃいます。要はその動画を再生するまでの間ってタイトルを見たりサムネイルを見たりして、それでクリックして画面に飛んで、その後の再生ボタンを押すかどうかじゃないですか。っていうちょっとずつ確率を上げなきゃいけない状態で、タイトルにブスの国の乙女彦って名前つけて、そのクリックしたいってなるかで、もし本当にブサイクだったらガチブサイクしでやってください。そのサムネイルもあなたのブサイクな顔を出して、でそのブスの国とかじゃなくて本名でそのブサイク、何々、そのブサイクひげおやしの、みたいな感じで、ブサイク推しでやってくれれば、どれぐらいブサイクなんだろうって興味を持ってクリックすると思うので、まずサムネイルをそのブサイクな顔に切り替えてみてください。同じようなミスをしまくって上司から嫌われて人生積みそうなんですが、どうしたらいいですか？無能なので今のところクビになったら生きていけます。生活保護でいいんじゃないですか？温泉から出たら服が全部なくなりました。誰にも迷惑をかけずに家まで帰る方法はありますか？温泉宿で言えばいいんじゃないですかね。服取られましたって。じゃあ多分浴衣かなんか貸してくれると思いますよ。はい。いやはや。僕その、前回からなんかこの酒を飲みながら喋るっていうのが1週間ぐらい空いたんですけど、風邪ひいてたんですよね。ちょうど先週誕生日だったんですけど。で、お酒を飲んだのがちょうど昨日、バー橋本っていう橋本元大阪、
市長の、あの、番組、アベモン TV ので、そのなんか、あの、酒飲みながら喋るっていうのがあって、それで、あの、久しぶりにお酒飲んで、で、まあ、あの、体調もそんなに悪くなかったので、あ、大丈夫じゃんっていうので、今日に至るっていう感じで、なので、あの、一週間ちょっとぐらい、こう、空いてたんですけど、風邪をひいてました。はい。Whose fault? It's our fault or your fault? Whose fault? Okay, okay. Choose. Whose fault? いや、家帰るのやめましょう。家で今繋いでるんですよね。どこ帰るんですか、うん